当初農夫像4月25日から1980年12月28日は日本の海軍軍人。海軍経理学校6期。最終階級は海軍主計少将。戦後は公認会計士となり、有限責任監査法人東末を創設した、群馬県高崎市吉井町出身。幼年期に藩主であった父親を亡くし、おじ一家に引き取られる。 群馬県立富岡中学校を経て、海軍経理学校を1917年に卒業、海軍主計上位候補生を命じられる。遠洋公会を経て、1918年、戦艦、不装の陸み。1919年、海軍主計上位に任艦。1920年、海軍主計中位に進級。1922年、遠洋公会の指導官として、 世界一周。1923年、海軍主計大員に進級。1929年、海軍主計少佐に進級。この間、東京帝国大学に3年間派遣されて、法学、行政学、経済学、会計学などを学ぶ。1934年、海軍主計中佐に進級。1934から36年、ロンドンに駐在し、 欧州各国軍の主係制度を研究。1937から38年、海軍経理学校教官として、主係化短期現役士官制度の創設に尽力し、教科書として軍政学を執筆。1939年、海軍主係大佐に進級。1940から41年、第11航空艦隊主系長。1942年、 空気省史症会計部計算課長。1945年、海軍主計省省に進級し、第一技術省会計部長。敗戦時には、横須賀陳府軍事部長。帝国海軍の完成が廃止された11月30日に、予備役編入。12月1日に即日住院招集。横須賀地方副員局受品部長。1946年に招集解除。 公職追放を受ける。戦後の日本経済の発展に分けり、監査業務が不可欠であると感じて、独立を決意し、当初監査事務所を設立する。創設メンバーの多くは、元、海軍主係課主管であった。従来日本の企業はいわゆる、どんぶり勘定で経営を行っており、監査という概念は希薄であった。東末の事業も当初は理解されず、 そんなもんに金払うバカがどこにいると言われるありさまであった。しかし、地道な努力で日本に監査という概念を根付かせた。1968年、青木大吉らと共に当初、青木監査法人を設立。1971年、ニューヨーク事務所開設のため米国訪問中に倒れ、それを機に第一線を引退した。1975年、 投資ロスインターナショナルへの加盟を果たした。1980年、死去。84歳没。その後、当初、青木監査法人は、1986年に、監査法人、三和事務所と合併して三和、東末青木監査法人となるなどの発展を続け、2018年現在は、有限責任監査法人東末として、4大監査法人の一角を占めている。 また、投資ロスインターナショナルは1990年に、トーマツの名を冠したデロイトロストーマツインターナショナルに、名称を変更。その後1992年に、デロイト投資トーマツインターナショナルに、1998年には、デロイト投資トーマツに変更。現在に至る。ありがとうございます。